はい、こちらですね、2013年式ポルシェ991カレラ4カブリオレですね、ご紹介したいと思います。外装色はホワイトを使用しておりまして、内装色はですね、カレラレッドレザーとなっておりまして、ソフトトップの色も、合わせてワインレッドの色になっております。はい、で走行がですね、8000キロと非常に少ないお車でして、一通り見てもですね、傷などがほとんどない状態で、飛び石が1箇所、あるかなというぐらいの、非常に綺麗な状態のお車になってます。ではこちらのお車ですね、2013年登録となっているんですけれども、モデル年式は2014年ということになってます。はい、でそちらのアルミホイールですね、19インチの純正のアルミホイールを装着しておりまして、かなり見た目もスポーティーな感じになっております。でこちらのお車、電動格納ミラーもオプションで装着されておりますので、今までですね、ちょっと煩わしかった、手動のミラーからですね、電動ミラーになってますので、ボタン一つで、開閉が可能という形になってます。はい、でそのままですね、ちょっと前のトランクちょっと開けてみたいと思います。こちらですね、開けていただくと、やはりですね、991モデルになりまして、高さ広さ少し大きくなってますので、本当にお荷物ですね、小旅行程度のお荷物であれば、十分に格納できるスペースがフロントにありますよという形になってまして、やはりボンネットも軽い素材でできてますので、一度閉めていただいてから押し込むという形になります。はい、続いて後ろですね、カレラ4になりまして、ワイドボディになっていまして、前幅がですね、185センチということで、通常のカレラですと181センチなんですけれども、両サイド20ミリずつ、ワイドボディになっております。とこちらテールランプの入っている、ここのデザインなんですけれども、こちらもカレラ4の専用デザインとなっておりますので、もう特別感のある、かっこいいデザインとなっております。はい、でこちらの車デザインですね、今ソフトトップ閉まっている状態なんですけれども、もうポルシェらしいこの曲線のある、ボディラインが保たれている状態で、すごいこれが閉まっている状態でもかっこいいデザインとなっています。あともう一つの特徴としましては、もう車に乗っていない状態でもソフトトップの開閉ができるので、一度実演したいと思います。でキーのリモコンで、一番下にですね、ボタンがあるんですけれども、それを長押ししてあげることによって、このようにですね、ソフトトップが全自動で開閉ができると。これで完了ですね。なので、お出かけされる際にちょっと開けて走りたいなと思った時に、鍵で開けながらしてあげれば、中に座り込めばオープンにした状態で走り始めることができるということになってます。はい、では続きまして内装のご説明入りたいと思います。キーはですね、こちらの左手にございます、鍵穴に挿していただいて、そのまま右回しですね。はい、では今ですね、エンジン始動しましたが、ポルシェらしいですね、メカニカルサウンドが、響き渡っていてですね、やはり独特なエンジン音とですね、このスポーツカーらしいこのドライ運転席ですねがですね、もうすごい気持ちを高ぶらせてくれるような、あと内装のこのカレラレッドレザーも相まってですね、もう今すぐにでも走り出したくなるような気持ちにさせてくれますね。あとこちらオプションでありますスポーツデザインステアリングですね、何が変わったかと言いますと、パドルシフトがこちらに装着される形になるので、このパドルシフトで任意で操作することが可能となります。はい、それとですね、やはりこの5連メーターですね、もう一つ一つ、メーターできちんと、分けられておりますので、いち早く車の異常ですとか、そういったものに気づくことができます。と中のオンボードコンピューターはこちらのレバーで操作することができますので、この中でですね、今ですと、バッテリーの電圧ですとか水温計ですとか、油温計ですね、というものが表示されております。あとこちら快適装備できますと、オートエアコンついております。あとシートヒーターもこちらオプションで装着されておりますね。ソフトトップを開けて走られる際に、もう暖房とですね、シートヒーターつけてあげれば、少し寒い気温であったとしてもですね、風の巻き込みが、非常に少ないものだと思いますので、車内はすごいあったかい
空気ですね、あとシートヒーターでシートを温めてくれるので、十分に、開けて走ることができると思います。あとですね、こちらですね、純正のナビが入っておりまして、リバースに入れますと、バックカメラも連動で表示される仕組みになっております。あとですね、前と後ろパーキングセンサーも、合わせてオプションで装着されておりますので、駐車時などですね、ぶつからないように、センサーで教えてくれるということになっております。はい、今ですね、ちょっと内装の説明してさせていただきましたが、こちらの車ですね、一応規定上は4人乗車することが可能になってますので、実際にですね、ちょっと乗り込んでみたいと思います。前のシートを倒すときにはこちらのレバーをですね、上げて前を倒してあげればシート倒れます。先ほどですね、ちょっと助手席に座って、僕自分自身ですね、調整したんですけれども、後ろを乗り込むときにはちょっと苦しいですが、ちょっと座った感じ、今この状態で座った感じいくと、もう間違いなく頭は当たると。でですね、背もたれもですね、ほぼ直角に近い状態で、壁ももう真横なのでかなり窮屈です。実際ちょっとじゃあ背もたれ倒してみると、あ無理ですねこれ。あ、閉まりましたね。閉まりましたが、もう体の状態はひねっている状態なので横向きです、ほぼ。ですのでやはりですね、大人がちょっと乗車するっていうことになると、かなり苦しい思いをするんじゃないかなというふうに思います。はい、では今回ですね、2013年式ポルシェ991カレラ4カブリオレですね、ご紹介させていただきましたが、最後ですね、ちょっとかなり狭い思いをしましたが、やはりですね、ポルシェ、まあ、スポーツカーというブランドでですね、ここまで完成されているお車はなかなかないと思いますし、カレラ4ですと、基本的には4輪駆動になりますので、安定性ですとか、カーブの時とかですね、かなり、グリップ力というのも強いお車なので、ぜひともですね、おすすめできる1台となっております。あとですね、外装色、ソフトトップ、内装色と、かなり人気の高い組み合わせとなっておりますので、ぜひともお問い合わせいただければと思います。はい、ではですね、今回ポルシェ991カレラ4カブリオレご紹介させていただきました。ありがとうございました。